どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、ガズレレ大学って一体何で、一体どんなことやってんのという質問が、多数寄せられておりますので、ちょっとここでね、皆さんにガズレレ大学って一体何なのということを解説していきたいと思います。皆さん今日はわかりやすく絵に描いてきました。イラストですよ。まずちょっとこれ見てください。素晴らしい絵を描きました。自分で言うな。はい。これガズレレって書いてあります。これガズレレ、今ね、皆さんご覧になってくださってるガズレレ YouTube チャンネルとか、まあそれにまつわるウクレレだとかというふうに思ってください。ガズレレってこういう大きい箱が、スペースがこうありますね、今ね。もう今やチャンネル登録者の方14万人以上です。ありがとうございます。はい。そこではですね、音楽始めよう。とにかく簡単で、楽しめるから始めよう。とにかくやろうよということでね、もう今や1500曲以上の、課題曲、レッスン動画がもうすでにアップロードされてる。いつもこのねガズレレ YouTube チャンネル皆さん見ていただいていると思います。ありがとうございます。そして音楽デビューしても楽しんでください。そしてもうこれだけでもね、音楽始めて欲しいなと、まあガズも願っていて、皆さんにもね音楽のこれやる楽しみをね、シェアしていて、どんどん広がっていくのはすごく楽しいんですけど、その中でもですね、今ね、今日ご紹介したいのはこのガズレレ大学なんですけど、このガズレレ大学ってこのピンクで囲ってる、まあ、スペースと、あともう一個、これちょっと前から始めてるガズクラブという、この緑色で囲ってるこの居場所が今2つこの中にありますよというふうになっております。そして、今日はこっちの説明を主にしていこうと思うんですけど、ガズレレ大学とね。こっち以前説明した、動画がアップロードしています。一応さーっと言うと、ガズがいつも YouTube でやってるノート、楽譜ノートを毎月5曲、好きな曲を選んでダウンロードできますよということと、はい、これね、お気に入りをダウンロードすぐ練習できるというね、速さもあります。そして、あと毎月2回ので大セッション大会やるんですよ。毎月2回開催しております。世界中から参加がある、もうめちゃくちゃ盛り上がる課題曲を決めて、ね、みんなでオンライン上で集まってセッションする。これ月2回。あと、これはですね、みんなのね演奏動画を投稿する場所もあったりとかしますと。で、非公開の SNS でもういろんなやり取りしてます。こっち楽しいですよ。で、こっちはですね、毎週じゃない、これ見て、毎朝ですよ。エブリデイで365日、朝7時からガズのラジオ配信、すなわちガズラジというのを配信しておるということ。はい、そういうわけでこのねガズクラブっていうのは、なんかね、他にめちゃくちゃ楽しいコンテンツもたくさんあって、めちゃ楽しい街だぞという、そんなイメージです。はい。で、今日ね、そうだ、このガズクラブのことを詳しく解説してる動画、ここにリンク貼っときますんで、このガズクラブのことちょっと興味ある方、ここもかなり相当楽しい場所になってますんで、お願いします。で、今日のね、解説したいのはこっちなんですよ。ガズレレ大学。このガズレレ大学はですね、ちょうど1ヶ月前、12月の、7日、9日だったっけな、に、ガズレレで今度は新たに始めたサービスで、これはですね、今ご覧くださってる YouTube のサービスを利用しています。YouTube メンバーシッププログラムといって、あ、ちょっと言い忘れた。ガズクラブは毎月660円の、活動費を頂戴してまして、このガズレレ大学は毎月590円となっておりますが、これね、YouTube のメンバーシッププログラムというのがありまして、それでやっております。今これご覧になって、パソコンでご覧になってくださってる方、このね、映像の下のところにメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それがそのサービスになっておりますね。で、これはですね、まずこれ見てください。お勉強の場所ですよと。はい。で、こっちはワイワイ楽しむ場所でしょ。もっと大きい括りでいくと、ガズレレと音楽を始めよう。もうとにかくもう歌うのがいいよということ。その中でちょっとこう楽しい場所、街としてあって、こっちはお勉強する場所ですよという、そういう場所になってます。あ、これ見えない。おるのがいいな。はい。そういう場所ですね。で、ここでは何をやってるかというと、基礎練習からまあ応用編ということですね。あの、次のステップです。つまり、はい。そして、もっと詳しく言うと、ラジオ体操とかヨガとか、なんのこっちゃってことですけど、今日はこの辺についてこのガズレレ大学の説明をしてまいります。そしてですね、一応お伝えしておくと、このガズクラブはですね、今も900名以上のメンバーがもう、参加してくださって、これ相当盛り上がってますね、こっちは。はい。ラジオ、朝のラジオ放送も盛り上がってるんですけど、で、こっちのガズレレ大学ですけど、つい先日、今年の2021年に入ってからもう100名以上の参加者になってまして、こっちはですね、ちょっと今から解説していきますけど、中身を今日は公開しようと思います。まずですね、ガズレレ YouTube で伝えたいのは、まず音楽始めよう。こんな簡単に楽しい音楽できるよということで、簡単バージョンやって、その後かっこいいバージョンということですけど、かっこいいバージョンができると、に差し掛かっている人以上は、ガズレレ大学はすごくいいと思います。なんで、まずひとまずは、超初心者の人は、そのガズレレ YouTube で十分ね、ここにリンク貼っときますけど、初心者レッスンはここっていうところからやってもらうとでも十分なんですけど、その次のステップ、なん
かね、もうちょっと深めたいなとか、やっぱりやってるとちょっと、なんていうのか、もうちょっと深く入っていきたいっていうのがあるんじゃないですか。そういう方にこう、いいかなと思うんですけど、案外初心者の方も参加していただいて、中で何やってるかっていうことを考えると、そんなに難しいことはやってないです。つまりどういうことかというとですね、まあ、野球で言ったらイチロー選手の千本ノックみたいな、サッカー選手で言ったらずっとリフティングをしているとか、そういうね、まあ、毎朝のジョギングとかウォーキングとか、そういう日々の積み重ねで、こう基礎、リズムの基礎、特にね、私はね、ガズレレではね、リズムにね、重きを置いてるんで、そういうことをちょっとずつ高めていこうということなんです。ヨガとか、そのラジオ体操って、やっぱり毎日、ちょっとずつでも継続することが、まあ大事じゃないですか。まあ、ウォーキングとか、まあそういうことってね。なんだけど、やっぱり一人でやるっていうのは、なかなかモチベーションを保てなかったり、これ夏休みにラジオ体操を学校でね、なんか近所に集まってやるみたいなのがあるから行くっていうのを一個、あるんで、まあそれでですね、具体的に言いますと、毎週2回、ガズレレ大学の中で特別講義毎週2回やってます。そこではですね、やっぱり主にリズムトレーニングとか、ちょっと難しい抑えづらいコードの裏技とか、あとはフレーズとか、やっぱりそういうことをあと深めていくんですけど、基本的には千本ノックスタイルです。もう面白いか面白くないかって言ったら、そういうもうわーっていう面白みはないんですけど、ここボディーブローのようになんとなく、あ、こういうことか、これがリズムに乗るということかっていうことがわかるような、そんなですね、こうスルメのようなことをやってるんですよ。で、昨日も実は、ガズレレ大学の講義があったんですけど、昨日は夜9時からやったんですけどね、だいたい夜9時と土日の午後2時ぐらいから、毎週2回やってるんですけど、そこで昨日やったのは、まあメトロノームに私はちょっとね、今回合わせるということをまあやってて、そこで例えばシンコペーションになったり、私がコードを急に言うんですよね。その時にパッと臨機応変に変えるとか、そういうことを要は100人で一斉に夜9時にみんなでこうストイックに練習するんです。それがやってるうちにですね、どんな状況になるかというと、ちょっと瞑想状態に入ってくるというか、ちょっと気持ちよくなってくるんですよね。それが僕が伝えたいことで、結構やっぱりこの普段のガズレレ YouTube ではなかなかそういう活動できないかなということで、そのすごくこういう場所、ガズレレ大学という学びの場所で、要はキャンパスライブですから、ここはちょっとお勉強ですけどね。はい、そんなことで、こう、音楽のこの底力をね、こう上げていこうかなというふうに思っている、そんなところなんでございます。だから難しいことはないんですよね。千本ノックとか素振り千本とかって、技術はいらないじゃないですか。ただこう体にこう馴染ませていくみたいな、そんなものに近いと思うんですけど、それの他にですね、毎週木曜日には1本、動画を何かしら上げるということになっています。その木曜日に上げる動画、現在のところは、ちょこちょこ募集させていただいています。ガズと、ガズのマンツーマンレッスンを受けていただいた方の、そのレッスンの模様そのまんまシェアするというのをやってまして、それが結構学びが多いんですよ。あ、そのね、誰かがガズさんに教えてもらってるのを見るだけで、あ、私が困ってるのここだったって気づける人もすごく多くて、大好評いただいております。これ毎週一回だいたいその、オンラインレッスンの、模様をシェアするというのと、あとね、最近お試しでやってるのは、例えば、すごく大好きな曲なんだけど、ガズレレ必須コードのガズレレアレンジだと、どうしても声が合わないというね、女性の声を多数いただいております。一番わかりやすいのは、ハニーと一緒にやってる、夫婦でセッションあるじゃないですか。あの曲って、ね、僕はすごく気持ちいいなと思うんだけど、ハニーさんがもう高く、ヒーってなっちゃって歌えない曲とか結構あるんですよ。そうすると、やっぱりコード拾ってみると、女子が歌いたいキーの曲とか、男子が歌いやすいキーとか、やっぱいろいろ曲によって違うと思うんですけど、その中でも女性が歌いたい女性人気のある曲を C から始まらないキーを変えてやるバージョンとかもちょっとお試しで今始めてます。そうするとコードを抑えるので例えばすごく難しくなるんですけど、そのコードの抑え方も要はガズレレ必須コードではないコードでも演奏できるような、そんな技術力アップということと、あと女子の皆さんはそのキーで歌えたらもう本当に気持ちよく歌えるんで、それもそんな感じでおすすめで、これも定期的に進めていこうかなと思います。このような感じでガズレレ大学始まったばっかりなんですけど、これはこれでね、もう僕ガズさん自身もそのメトロノーム練習とか基礎練習をこのガズレレ大学を始めることによってまたやったらですね、もうまた上手くなっちゃうんです。上手くなっちゃうっていう言い方じゃないな。ちょっと気持ちよくリズムに入っていけるっていう表現がいいと思うんですけど、これをね、こう、定期的にもうほんと皆さんに宿題出してるんですよ。毎日やってくださいと。3分でも5分でもね。それ積み重なってくると音楽を奏でるときに、こうリズムと一体化になるっていうか、そんなね、気持ちいいゾーンに入っていけるんですよね。ぜひそれをシェアしたいということでやって、まあそういうわけで私もね、日々、このガズレレ大学始めてからね、なんとなくこう上手になってきたんじゃないかって。まあうちのハニーさんめちゃくちゃ上達してますね。で、ガズレレ大学入ってください。
ださった方のご意見いろいろ聞くんですけど、例えばミュージックステーション見てても、そのリズムの取り方を分かるようになってきたとか、そのギター弾く方とかベース弾く方のこの体の動きを見て、リズムのね、こう、グルーブがこう、なんとなくこう分かってきたみたいな、そんな声をいただくと、私もすごくこうテンションが上がるなということで、まあ次のね、段階の音楽の楽しさをこうシェアしていく、そんなような、ガズレレ大学の活動なんですけど、あと一個ね、ちょっとだけこれ皆さん、問題点というかがありまして、iPhone のアプリで、YouTube を見てる方はメンバーになるボタンが表記されないんですよ。で、iPhone でのお問い合わせがすごく多くって、で、これね、今日この概要欄のとこに、ちょっと私が知る限りの情報をやっとくんですけど、やっぱね、パソコンのブラウザじゃないと、このメンバーシップ、YouTube メンバーシッププログラムっていうのは参加できないようなシステムになってるみたいで、iPhone を持ってる方だけはちょっとね、入りづらいんで、お家でパソコンで入ってもらうか、あとはタブレットでも大丈夫だと思うんですけど、ちょっとその辺のことを、概要欄のことに、私の知る限りのリンクを貼っときますんで、ぜひぜひご参考にしてください。というわけで、まあ、もう一回整理させていただくと、まずガズレレっていう大きなね、こういうドーンと大きいところがあって、ここ、まずはこれですよ。ほんとみんな音楽やろうね。で、その中でガズクラブっていうのはノート楽譜がダウンロードできて、もうみんなでワイワイやるところがあるよということと、あとこちらガズレレ大学ではその中でもこうちょっとお勉強をして、深めていきたい、人がこう入ってくるということで、もちろんこれ、なんていうの、もうここだけでも十分だと思うんですけどね。はい。でもやっぱりもうガズレレも、もうね、もう YouTube っていうかガズレレ始めてもう7年、ぐらい経つんですよね。僕、びっくりしちゃった。7年経つと、やっぱりいろいろね、ちょっと深めたいという人とか、まあ、居場所、面白い居場所がないかなという、そんなところもね、やっぱ提供していって、楽しく、こう、ミュージックライフ。やっぱ、音楽ってやっぱ人生の一部ですからね。そんな感じで、あっちからこっちから、この自分で奏でる音楽の、まあ、豊かさみたいなのが、こう、さらにこう、広がっていくといいかなと思います。そして、2021年もですね、もう、これからものすごいいっぱい、もうね、もう早く言いたいみたいなね、いろんな発表が山盛りでございますんで、ちょっと引き続きね、ガズレレ YouTube チャンネル、および、ガズレレホームページ、いつもね、ここにリンク貼っときますけど、ぜひ細かくチェックしていただければと思います。毎日ブログも書いてますからね、ガズさんは。はい。なんで、まあ、すごくもう僕もね、もうあっちこっちに、ね、発信がすごいんですけど、逆にもう、なんというか今活性化されてて、すごくなんか楽しいことになってます。そういうわけで今日はですね、ガズレレ大学では一体何やってるのということをちょっとシェアさせてもらったんですけど、まだこれも考えてみたら、まだ始まって1ヶ月の、サービスなんでね、これからまたいろんなことが広がっていくと思いますけど、はい。引き続きガズレレ YouTube チャンネルとガズレレガズクラブとともにね、よろしくお願いいたします。ということでございます。はい。そういうわけで今日は見てくださってありがとうございました。さようなら、バイバイ。